電波の不調にやられた。見えてます？こんばんは。今日も一日お疲れ様です。どうも。見えた？そう、なんかさ、やっぱこの家に帰ってきてから、まあ、ホテルもなかなかあったけど、この家に帰ってきてから電波の不調にやられます、よく。こんばんは、お疲れ様です。お元気でしょうか？どうも。どうもどうも。お元気ですか？ちょっと閉じこもってみたけど、なんか喋りづらかった。脱出します。脱出します。裏起毛だから喋りづらかった。なんか圧迫されちゃった。やっほー。今日は木曜日。木曜日お疲れ様です。お疲れ様、こんばんは。どうも。今日はですね、レッスンに久々に1ヶ月ぶりにレッスン場に行ってレッスンしてきました。1ヶ月以上ぶりかも。もうかなりお久しぶりのレッスン場でした。なんかね、外は寒いけど中は暖房がついてるのか、めっちゃ暑くて難しい気温だった。しかも私裏起毛だし 難しかったです。今日の服装シンプルです。今日はみんなに見てほしいものがあって、パセリのインスタストーリーなんですけど 私自分の今日のインスタストーリーがツボすぎて全人類に見てほしいんだよね。見てくれましたか？ パンダ あれめっちゃ好きなんやけど、そう、めっちゃおもろくて、あれ大好き 見た？パンダがあれは何なんですかね。あれで発電してんのかなってぐらいずっとね、同じ場所ぐる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 回らせられてて すごいのあれ。そしたら美穂から「私美穂がインスタしてるの知らなくて今日フォローしたんですけど 美穂から返信来て」今から返信来てね、パンダ美穂の今所属してるグループがパンダの曲があるんよ。曲があるけん、パンダに反応して返信くれました。パンパカパンパンパンダパンパカパンパンダ、こんばんは。サーティワン、そう、サーティワンはお誕生日クーポンを使いに行ってきました。無料アイスです。今日乗せたアイスは無料アイスを乗せました。月にじゃない、年に1回だけアイスが無料でもらえるお誕生日クーポンです。そうなの、やっと使えました。みんなも食べてみてください。フランケンなんちゃらみたいな名前の味。フランキーなんちゃらです。フランケンかフランキーか、そんな感じのやつです。あれは去年も食べてめっちゃ美味しくてリピートしました。あ、ファンキーフランキーファンキーフランキー、あれファンキーフランキーって名前なの？リリー・フランキー絶対違うじゃん。パセリが萌子ちゃんに見えた。え、嬉しすぎる。もう今日のいみーさんのグッズのやつ見て、もうカニさん萌子さん可愛すぎて
可愛すぎて可愛すぎて、うわなりたいってなってたから嬉しい。カニさんマイコさんになりたい、嬉しいです、やった。こんばんは。ちょっと前髪ちょっと止めとこう。わーいわーい、そうチーズのやつと迷ったんよ。でもねファンキーなんちゃらにした、ファンキーモンキーベイビーズみたいなやつにした。やっほー。あ、今日帽子を買ったんです。みんなに見せびらかそう、開封式しよう。みんなにちょっと待ってて、持っていきます。ちょっとあやばい、シャツが丸見えだった。シャツ、これは見えていいシャツです。この見えてるシャツは、今日のシャツはあれです、パセリプロデュースの、パセリプロデュース刺繍 T シャツ、ロンT着てました。ちょうどいいです、裏肝にぴったり。今日買った帽子こちら、こちらも裏肝。裏肝大好きじゃん私。じゃーん。でも裏肝は本当は好きじゃないです。裏肝は今日いっぱい着てるけど、裏肝は本当は好きじゃなくて、なんでかっていうと洗濯がかさばるのと毛玉がつきやすいのと、収納がかさばるからです。今日買ったのはバケハを買いました。でかー、なんかでかいかも、近いかもしれん。違う、服がちょっと合わんから、合わんけどさ、でかないか。いやこれはなんで買ったかっていうと、安かったから買えなかったんですけど、なんかおしゃれな雑貨屋さんがあってネイルの近くに、そこに寄ったらこれがワンコイン、ワンコイン以下、ワンコインでお釣り来る値段だったから、おおと思って買いました。お買い得です。なんか探検隊みたいになる私がつけたら。なんで探検隊じゃん。どうやってかぶったらいいんですか。なんか想像と違うんだがね、魔女みたいだね、なんかあれ、うん、求めていたものと違うのですが、もっとなんか変装感あると思ったんだけど、なんか花瓶にはまった人みたいになってるくない、私植木鉢にはまった人みたいな。え、どういうことです。服かぶったら、服かぶったらこれどう、変装感出てる。バケハむずいな、難しい。むずい。やっぱキャップとかキャスケットの方が似合うかな私って。ちょっと帽子いっぱい持ってくるね。パンパカパンパンパンダ、パンパカパンパンパンダ、やばい、もう止まらなくなっちゃった、パンダが。キャスケット、キャスケットいいと思う。今日はシンプルに髪がボサボサってのもありますな、髪ボサボサデーだからかな。前髪がちゃんとしたらいけるかな。キャップはね、キャップはどうでしょうか。キャップはいけるのでは。じゃんじゃじゃーん、キャップ。アイドルじゃないキャップって。
今日メイク薄いからあんまりちょっとあんまり漏れなかったです。髪もボソボソだしメイクも薄いし最悪だわ。続きましてベレー帽、最近よくかぶってます。しっくりくるわベレー帽。ベレー帽です。じゃーん、このベレー帽はよくかぶっております。続いてベレー帽その2 秋だね。やばい、どんぐりになる私がかぶったら。違うんだよ、どんぐりのコスプレはしてないんだよ。どんぐりは求めてない。草じゃないんだよ。除草剤撒きます。何笑ってんねん。まあでも服をちゃんとしたらやっぱベレー帽いけるかも。私終わりかな。そして肝心の今日買ったこのバケハやっぱ花瓶にハマった人だわ私が被ったら。植木鉢にハマった人でしかない。なんでですか、何がダメなの。前髪違うよね。誰か解決策をください。三つ編みとかしたらいけるんか。より探検家感が出ちゃった。超探検家じゃん三つ編みしたら。つばを上げてみる。こう私のばあちゃんこうやって女装してるよ、いつも畑の女装。こういう帽子のかぶり方してるわ私のばあちゃん。探検隊。あ、でもなんかちょっとマシマシになった。どうですか。どう、服があれだからかな。難しいです、帽子というものは。でかいのかな、このツバが。慣れてきた慣れてきた。目が慣れてきたかい。パーカーが違う。やっぱそうか、パーカーの問題か。じゃあパーカーをちょっとさあれしたら。いやでも今日着てる服もちょっと合わないかもしれない。いい感じの服があったらかぶりたいと思います。これはこれはやばい、値段書いてるやばい。これタグはもともとついてる縫い付けたやつで、それに値段が書いてありました。はいやばい、取り忘れちゃった安いよね。でさ、バッグも安いのかなと思ってね、めっちゃ可愛いバッグがあったから、バッグも絶対安いじゃんと思ったら、全然なんか8000円とか書いてた気がしてさ、えん？ってなりました。5000か8000かなんかそんぐらいの値段だったよね。えってなったの、びっくりしちゃった。安いお店かと思ったらそういうわけじゃなかった。たまたまこの帽子が安いだけでした。すごいよね。いやサンキューマートじゃないよ、サンキューマートは全部390円だけど、これはこの帽子が390円でした。イエーイ今日から帽子が仲間入り、390円のパケハです恥ずかしい、値段公開。ああとね、みんなにおすすめしたいものがあって、みんなに紹介しよう。この前新潟で買ったお菓子がめっちゃ美味しくて、
本当は家族に買ったんだけど、あまりにも送る時間も帰省する時間もなくてつまみ食いしてしまいました自己申告します。それがめっちゃ美味しかったから紹介するね。前も紹介したけど、前は購入品紹介したけど、今回は美味しかった紹介。美味しいもの紹介します。よいしょよいしょ。食べちゃったんですよこれ、片揚げポテト焼きガニ味。これがめっちゃ美味しかったので、もし日本海土産らしいから日本海側に行く機会があったらぜひです。めっちゃ美味しかった。2袋食べちゃった昨日今日で、昨日1個今日1個食べたから。でも箱で買ったからまだあります。これはお母さんに送るやつ、6個はお母さんに送ります。あとこういうのも、こういう新潟のお土産も一緒に、おせんべいも送ります。これも送る、これも送ることにした。どっちつかずカレー。なんとですね、私舞台、お母さんも見に来てくれてて、沖さんと同じ日に、でパンフレットもね、なんかおば、お母さんの妹が欲しいって言ったらしくて、お土産で買ってくれたらしいので、ちょっとこれもありがとうってことで一緒に送ってみようかと思います。どっちつかずカレーイエーイと、これも送る。じゃん、始末パしてるからこれ使えないって気づいて、ちょっと実家に送ります。そうなの、お母さん来てくれてました。うーん、どっちつかず、え、何や、中辛、中辛、甘め、辛め、カレイ本当にね、おもろい、甘めカレー、辛めカレイのくだりのところは毎回おもろかったな。どっちつかずカレーです。これをこのあかりんさんからもらったルタオのケーキが入ってた箱に入れて送ります。あかりんさんからね、タンプレでルタオのケーキもらったんですよ。今冷凍庫に入れてるんだけど、もう嬉しい、超ハッピーなの、ハッピーハッピーです。ルタオ、そう、タンプレの LINE ギフトでもらったの。やったー、楽しみです。食べるのが、ストローと一緒に食べます、二人で食べます。わーいわーい、もう毎日腹ペコなんだよね。カレーもう食べた方いますか？え、食べた方いたよ、私のファンの方で。結構なんか具がゴロゴロしてるって感じのやつだった。楽しみだわ、どんな味がするのでしょうか。そう、ゴロゴロらしい。毎日ベルが配信見に来てくれる。ベル、サユ、こいつら追い出して。しかしよろしいのですか。こんばんは。ちょっと待ちなさいよ。ズンツクツ。ベルが来てくれました、嬉しい、早く会おうね、早く会いたいです。舞台頑張ってね。ちょっと皆さん、関東にお住まいの方や、あの舞台見るのがお好きな方、ぜひこのベルちゃんが、ベルちゃんじゃないけど、もうベルちゃんじゃなくなるんですけど、あやたんが、あ、違う、牛タン、
牛タンあやたん、牛タンあやたん、あやたんが出てる舞台が12月から始まるので、よかったらぜひ私の代わりに行ってください。私も行きたかったんです。ぜひ行ってみてください。牛タンあやたんで覚えてるからイントネーションエレタンさんはね、エレタンって分かるんやけど、あやたんが分かんなくなっちゃうから、牛タンあやたんで覚えてます。こんばんは。私がちょうどさ、あの2期の周年コンサートとかクリスマスコンサートの直前で、ちょうどレッスンとかが多分バタバタな時期だからめっちゃ行きたかったの。そのね、一緒出てる子が超美人で超めっちゃ優しいみたいなの聞いて、そうそれも気になって、いろいろ気になるポイントがあって行きたかったんですけど、ちょっとタイミングが合わずでして、もしよかったら皆さん行かれてみてください。お世話になったからこれぐらいしかお礼できなくて申し訳ない。本当にお世話になったので、もし予定空いてる方とかいらっしゃいましたら、ぜひ。こんばんは。明日当落、え、明日当落なの？早っ。スペサポ会員早いな。なんかいろいろ早いですね、本当に。早すぎるな。明日か。パセの生誕の受付はまだ始まってないよね。いつからだろう。まだまだかな。パセータン出演メンバーも気になりますな。16人。舞台の名前は君と奏でる音色ですって教えてくれた。君と奏でる音色という舞台だそうです。行きたかった。クロエちゃんさん、クロエちゃんさんお会いしたかった。申し込みすぎて引き落としが心配です。わあ、なんかリアルな悩みが来た。じゃあ私が悩み解決したいと思います。自分へのクリスマスプレゼントと思いましょう。解決。明日から、え、明日からなの受付。生誕行きたい。もうみんなで来てみんなで、みんなで見に来て、みんな当たってほしいな。みんな当選したらいいのにな。でもキャパがエディオンだから、キャパがどれくらいなのか、去年一昨年よりもキャパは少ないよね多分。応募者全員サービスね、本当だよ。チャオのシステムを採用した方がいいよ。外れたら泣く泣いてんの想像したら可愛い。笑顔で会おう。笑顔で会おうな。ね、申し込み始まったらまた告知しますね。今日はビブスの申し込みが始まりました。ビブス、私また騙されたんだよね。受付開始って言っとったから、開始しましたって言ったら18時からだった。いつもあれにやられるあれと思って、一応ちゃんと書いてあるんですよ、18時からって。でも見逃しちゃって、なんかいつもやられます。こんばんは。宿も新幹線も取ったから外れたも行く。うわー嬉しい。絶対当たって、絶対当選。強い気持ちでいて、あ、今日私自分の生誕メッセージカード書きました。
あと他のメンバーのも書きました。書いてきたよ、置いてあるやつ書いてきた、いっぱい書いた。 2.5 と3期のも書きました。お楽しみに。本人と生誕員しか見れないけど、お楽しみに。見てね、本人見てねって気持ち。いっぱい書いてきた。メンバーのビブスも印刷に変わるらしいです。レッスン場に置いてあった今日。だからお揃いです。今までずっと紙のやつだったから、紙を差し込む系のビブスだったから踊りやすくなります。踊ってる時に手が引っかかったりするんですよ、あの紙のやつって。髪が抜けたりとか手が引っかかったりとか、だから助かっちゃう、助かりやす。DD 用に紙タイプも売ってほしい。ノーです。重ね着してください。重ね着サイズはお揃いにできない。サイズ何サイズまであるんやっけ。なんかリプランにさ、サイズがありませんって書いてる人おったんやけど、ちょっとオートミール生活してください。オートミール、でもさ箱推しの方とかはさ、こういう時困るよな。ビーブス、ビーブス、ビーブ、ビーブス。Lサイズぐらい。どうだろう、まだ着てみてないから、私も着てみればよかった今日レッスン場で。ちょっと今度レッスン場行った時あったら着てみるね。サイズ感見てみるわ。部屋に飾っておくね。部屋に飾ってくれんの、部屋に尾崎セリカのビブスを。名前のところ取り外しにしてくれればいっぱい着てくれるの。これだから大変ですよ、たくさん足がいると大変だ、大変だ。パシの名前を背負う覚悟あります。あ、本当自分やれますですか。背負ってください。こうやって写真撮って、こうやって背中のこういうやつ撮ってください。現場到着ってやってください。職質されると大変。職質されたらもう言うしかないよ。これはアイドルのグッズで、今はちょうど現場に来てますって正直に言うしかない。変にごまかしたら逆に怪しまれるから、もう正直に言ったら意気投合するかもしれん。職質されても大丈夫、強く生きていこう。一人じゃないんだ、推しメンの名前が刻まれているんだから、いつでも一緒よ。こんばんは。ストーキングしていいのかと思って助かる。いや、わかるけど、言いたいことわかるよ。ついていくよね、わかるよ。迷いそうな時はなんか仲間っぽい人探してさ、ついてったらつくけど。確かに確かにそうだけど、ストーキングっていうのやばいから、ストーキングやばい。じゃあもう堂々とストーキングしてください。ストーキング、ストーキング。前髪、今日配信あったら前髪切ります。頑張って切ってみる。大門みちこで頑張る。大門みちこでなります。その人は間違ってたらアウトすぎる。めっちゃおもろいじゃん、みんなさ先頭の人が合ってると思ってついてったらさ、全然知らん場所にさ同じビブスの人たちが集まるんでしょ。
怖すぎるでしょ。もしさ、ついてた人が別の現場に行く人やったら、急に違うアイドルの現場とかに連れてかれるんだよ。気をつけて、ちゃんとちゃんとみんな自我を持って歩いてくださいよ。危ないから、さらわれちゃうからね。さらわれてしまうよ。ビーブス、ビーブス、なんかビーブスってさ、ブスついてるよね。ブスついてるからなんか気まずいね。ビブスの検索受けしてくれてるじゃん。ビブス、ビブ、ビブス。そう、己を信じていこう。ロック、ロック、ロック。姪っ子が生まれてそろそろ半年になります。そろそろ ST を教えるべきでしょうか。早ない？英才教育すぎる。まだいいです、もうちょっと待ちましょう。もっとあのちゃんと喋るようになったぐらいにしましょう。そこで初めての言葉はパセリです。いいですか、パセリとたくさん言ってください。パセリを初めて ST でパセリを初めて見せることによって、パセリのことをおしめにしたいという気持ちが芽生えます。そうやって若いファンを増やしていきましょう。若すぎる。若いファンを増やしていこう。若すぎるでしょ、赤ちゃんのファン。そう、すり込み、それで増やしていこう、ファン。これからの日本を支えていくのは赤ちゃんたちなんだから、よろしく頼んだよ。私の年金を託す、老後を託します。公園、そっか、赤ちゃん、赤ちゃん公園見に来たら音にびっくりしちゃうかな。やっぱりもうちょっと小学校ぐらいになるまでお留守番だ。お留守番。パセリは託された側でもある。いっぱい税金払います。なんか葵さんが今日税金のお仕事してましたね。ね、すごい、葵さんっていろんなお仕事してる。お仕事、なんか頭が良さそうな感じのお仕事大体葵さんがしとる。すごすぎます、本当に。ね、大尊敬。葵さんの生誕メッセージカードも書いた、書きました。葵さんとは今年折鶴大使で失ってからお話しする機会がめっちゃ増えて嬉しいの。ハッピー。もう高嶺の花だから葵さんって、人類の中でも人類、STU のとかじゃなくても人類の中でも高根の花の存在だから、だからこんなに私みたいなものとも喋ってくださってありがとうっていう気持ちでいつも話させてもらってます。感謝、謙虚に言ってます。ありがとうございます。あ、目があった、それだけで嬉しい、そういう気持ちです。そう、いろんな大使やってる。大使葵さん4個か5個ぐらいやってる多分。
葵さん、葵さん、オリズルタワーにお好み焼き、そうお好み焼き屋さん最近できたの。オリズルタワーの前カフェがあったところにお好み焼き屋さんができたんだよ。みっちゃん、みっちゃんはどこでもありますからね、広島歩いてたら。みっちゃん、ちょっとお好み焼き食べたくなっちゃった。お好み焼き欲がまた復活しちゃった。誰か作ってください、お好み焼き食べたい。混んでた？やっぱあそこはだってさ観光客もいっぱいいるからね、たくさん来るよね。私みたいな広島住みの人も来るし。フレスタでお好み焼き買った、わいいね。フレスタ間違いないね。配信で作ろう。絶対に嫌だよ、もう配信で料理したらすぐなんかあれ指導係が出てくる違いますそれはって人が出てくるから。お好み焼きなんてもっと出てくるでしょ。ただでさえさお好み焼き論争があるっていうのにさ、配信で作ろうもんならもうお好み焼き奉行がたくさん湧くよ。やめてくれ、私が食べるんだからもう自由にさせてくださいって気持ちになっちゃう。こんばんは。ね、そう何作っても奉行が出てくる。もんじゃもんじゃもんじゃ、なんかもんじゃのゲームね、なんだっけ、なんじゃもんじゃみたいなゲームあるよね。もんじゃもんじゃ、なんでどこでも料理配信で指導コメント多いの。あれどこでも多いんだ、私だけかと思った。みんな多いの。ヤングローも料理配信してたけどさ、ヤングローのとこもいたの。みんないるもんなんですかあれって。そういうもんなの。なんだ、どこにでもいるのか。そっか、こんばんは。あ、ほんと？あちこちにいるの？すごいね。福ちゃんが瓦そば作ってた。おいしそう、食べたい。もうお腹すいた私。作って誰かご飯。今食べたいのはお好み焼き、寿司、あとなんだろうな、サンドイッチ、野菜たくさんのサンドイッチ、あとはフルーツの柿、あと海鮮の柿、たこ焼き、過去銀だこの明太チーズがいいです。あと多いでしょ今食べたいもの。白米、白米と味噌汁、かっこ具沢山で、トマトです。です、お願いします。今食べたいもの。オートミール今日食べちゃったんよ、お昼に。あ、違う、朝だ、朝ごはんで。だからちょっと今はオートミールの気分じゃない。多いでしょ、いろいろ。でもアイスは今日いっぱい食べたから大丈夫。もう今日もりもり食べちゃったので、しょっぱいものを欲しています。今しょっぱいがいい。あ、焼きそばいいね、塩焼きそばがいいな。過去具沢山でなんか全部具沢山がいい、野菜がいっぱい入っとるのがいいけん。具沢山塩焼きそば
とあれなんだっけ、私の好きなやつ、鳥皮餃子、鳥皮餃子食べたいです。なんかさ、私が広島帰ってきたぐらいからさ、あの恵比寿港、毎年恒例のあのお祭りがやってるって忘れとって、屋台行きたかったです。鳥皮餃子食べたかったです。行けなかったです。次の屋台がある日はいつですか？鳥皮餃子ちゃん食べたいです。イルミネーションはあのシナの空派に見ないでって言われてるから、通るときは下を向いて歩いてます。地面見て歩いてるから、私絶対に先に見ないだよね、通るとき目つぶってって言われたから、本当にちゃんと守って下向いて歩いてる。偉いでしょ、一緒に見たいから見ないでって言われたから。ソタローが帰ってくるまで見れないんだ、あんなにさ大通りにあるってのに。そうちゃんと守ってます、約束したからね、約束しましたので。でも点灯してる時間には通らないから大丈夫、そもそも点灯してない時。イルミネーションなんかね、滋賀かな、あの羊のショーンのイルミネーションがあるらしい、行きたいです。それあと読売ランドに行ってみたい、人生で一回だけでいいから。なんか流れてくるんですよ TikTok とかで、読売ランドはなぜか知らんけど、そう読売ランド行きたい。あとサンリオピューロランドも行きたい。ピューロランドは一回行ったことがあって、あのライブで行ったんですね、けどあの舞台裏しか見てなくて。ピューロランドのその何ですか、いろいろある方は見れてなくて、だからいつか行ってみたいなって思ってます。あと夢の国も行きたい、スタローと行きたいです。ハーモニーランドはちっちゃい頃行ったことある、大分の。和習さん、和習さんはまた行きたいです。なんかパワーアップしたって聞いたからね、和習さんのやつが、だからまたいつか飛べないけど行きたいです。あの立ち乗りジェットコースターが楽しかったから行きたい、ヒュンってなるの重力で、あれが楽しかったけん行きたい。でも勇気出んかもしれん、ロケやったから乗れたけど、ロケやけんさ、これ乗れんとか言ってなんかダダこねたらだるいかなと思って、スタッフさんたちもなんかもうさ、アイドルがさ乗れませんっていう映像とかも見慣れすぎて、もうそろそろだるいかなと思って、行けますとか言ってさ頑張って乗ったけど、プライベートだったら絶対無理や。ちょっとなんか気使っちゃった。いやちょっと難しいですよ塩梅が。丸の内、そんなおしゃれシティのイルミネーション、どんな感じなの丸の内のイルミネーションって。丸の内っておしゃれ OL がいっぱいいるところですか。すごいね、都会はあちこちでやってて、クリスマスマーケットをめっちゃやってるよね。エレタンさんが乗せてた、福岡楽しそう。福岡は博多駅の前のとこでやっとるんよ、いつも通りがかる通りがかるだけ。広島も去年あったんですよクリスマスマーケット、チュロス食べました。メンバーみんな行くけんね
絶対遭遇する、あれ、ね、こんばんは。イルミネーション、イルミネーションの楽しみ方でどんなことしたらいいんですか？写真撮る？見る？写真撮る？やっぱ私屋台がある方がいいかもしれん。花より団子やから、屋台欲しいです。屋台のあるイルミネーションはありますか？ストロート行きたいです。屋台ないの？嘘や。いや、チュロスお高いよね。わかる。そうなんだよね。ケバブあんの？ケバブ？ケバブ、ケバブ。リア充が多いよ。そりゃ仕方ない。仕方がないんだよ、そりゃ。こっちも充実したらいいんだよ、仕事でもなんでも食生活でも。負けるんじゃないよ、強く生きていけ。いいか、そういう弱い夢を見せたら命取りだから。イルミネーション見に行くときは強い気持ちで、自分が一番、イルミネーションよりも輝くぞっていう強い気持ちでファイトです。イルミネーション、そうだよ、みんなにはパセリがいるでしょ。その通りです。そう、今日はパセリは連れてこれなかったけど、本当は一緒に来る予定だったんだっていう設定で行ったらいいんだよ。いいですか。本来は2人で来る予定だった。でも急にパセリがドタキャンしてきたっていう脳内でこうやってシミュレーションしたら、大丈夫、負けるな、いいか、気持ちの問題だ。よろしく、それで乗り切ってください、冬は。ね、ドタキャン、そっか、そっちも、それも良くないか。そうだな、そうだね、難しい。まあでもみんなにはパセリいるから大丈夫。アクスタ、あ、聞いて、アクスタ、パセリのアクスタね、洗濯機の上の棚から出てきました。なんで1ヶ月前に行方不明だったパセリのアクスタが出てきた。なぜか探したはずなんだけどね、あそこも。昨日見つけました、発見しました。持っていく予定だったのにな、1ヶ月のホテル生活で持ってって、あのすっぴんとかで写真撮れんときに代わりにアクスタでこうやってイエイってこう景色とかご飯とかと撮ろうと思っとったのに、帰ってきてから見つかった。悲しい。これからは持ち歩くようにします、パセリと旅行していく。パセスタグラム、パセ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 。あ、今日インスタグラムにインスタグラムに時差にも程がある写真を載せました、見てください。2月の写真と、2月と5月、ん？5月とかの写真です、あげました、見てください。あの年内のうちにあげた方がいいかなと思ってあげました。懐かしの写真をあげちゃった。ちょっとさ、アニメートのオフショットをどこにもあげれてなくて、個人ファンクラブに早く載せたい。動画もいろいろ今2個同時にやってて、完成したら載せます。自撮り。そう、年内に載せようと思って載せた。
なんでかっていうと、この前誕生日の日に ST の公式 X であの写真が載ってたじゃないですか。だから、あ、これインスタ載っけてないわって気づいて載せたって感じです。そう、だから思い出したら載せていきます。いろいろ載せそびれがありすぎて。こんばんは、こんばんはだよ。そう、半年前のパセリです。おーも、よかった。こんばんは。あー、眠たくなってきちゃった。目が乾燥して。みんなどうですか？寝れてますか？いっぱい寝てる。資格勉強してるけど難しくて、わけわかめ。わかめいっぱい生えちゃう？脳みそから。収穫して味噌汁に入れちゃえ。美味しく煮込んじゃえ。でもわかる、頭に入ってこない時って本当入ってこないよね。ある。さっきまで寝てました。え、寝れる夜大丈夫？寝れますか？会社で昼寝して睡眠確保してる。昼寝いいね。最近ぼーっとしちゃう。わかる、そうなの。一緒なんなんですかね。パセの配信のおかげでよく眠れてます。よかった、いっぱい配信しちゃおう。もう熟睡しています。え、これは誰が売ってるんですか、このコメント。え、寝ながら売ってるってこと？寝てるの？昼寝、まあ昼寝したい。ちょっと水飲む、水飲みタイム挟みます。タイムタイムタイム、あ、水飲んで間違った。飲みます。飲みました。やばい、今日さメイク直しとか何もせずしたから、なんかマスクでメイク取れて、なんかテカテカしとるわ。テカついてました、失礼。水飲みました。でも半には終わろうかな、半からしたもんね。あんま長くしすぎたらまた喉悪化しそうやから、安静にせんといけん。喋りたいけど、めちゃめちゃ喋りたいんやけどさ、なんかね最近ね、あのね、エレタンさんとさ過ごしとったけん、方言がめっちゃ出るんよ。なんとかやけんとか、なんとかととか。今まで私さ方言出ない方だったじゃないですか。でも出ちゃうんよ、なんか文章でも出るの、 LINE とかでも方言が出ることがちょこちょこあるかもやけど、温かい目で見てください。あんまり出んようにしとったんよ、この5年間。え、思った？そうよね、絶対そうよね。なんか帰省した時とか、お母さんとかおばあちゃんと喋った後方言出るんよ。それと同じ感じかもしれん。出とる、出とります。いっぱい方言出してこうかな、出してってもいいけど、ケロケロケロ。方言、よかですか？よかと気にせんでよかよ。じゃあ気にせんごとするね。方言、そうだよね、方言ってさ、使うなら使った方がいいよね。方言、方言。じゃあみんなも方言で喋ってね。通じるか分からん。みんなの方言は難しいけん分からん。分かりません。私がね、でも方言はほどほどにします。
なんでかっていうと、今までどうして方言をなるべく使わないようにしとったかっていうと、メールとかでも海外のファンの方で日本語勉強中の方がいるわけですよ。でそういう方とかも、まあ、翻訳したりとか自分の力でこうメールを読んだりしてると思うので、そういう方も見やすいメールがいいなと思って、なるべく方言出ないようにそうしてて、でも出ちゃう、最近出ちゃう、出てしまうのです。そう、方言やっぱね、私がさ海外の言葉を覚えるってなってさ、多分テンパるじゃん、文法とか、えってなるじゃん方言絶対。だからなるべく使わない方がいいのかなって思ってたんですけど、たまに使ってたまに使わないでいきます。出ちゃう時に出しちゃう。私はあざとい女じゃないからあざといの正反対におるから、そういうなんか今方言だっていうタイミングがわからないので、出ちゃった時に出します。それ以外はもうわかりません、わかりやせん。ソルハといて方言映らなかった？え、映るよ、関西弁、エセ関西弁喋っちゃうもん。でも私さ、エセ九州弁喋る人めっちゃ嫌なんよね。だからエセ関西弁喋っとる自分も嫌になる。わー、絶対めんどくさいやろうなーと思うけん、思うので思うのでね、映った時はあってなって、背筋がちょっと伸びる、あってなります。難しいよね、ほんと言葉が、方言がたくさんあって、方言、方言、エセ九州弁は水筒ばい、水筒ちゃんとか、水筒ととか、なんかわかる、なんかさ、わかりますか、言いたいこと、好きちゃんとか、なんかわかる、言いたいことわかるかな。もうそう、普段使わないやつ、わかるかいね、言いたいことは伝わる。スイートちゃんとか使わんじゃん日常でね、え、萌え台詞みたいな。みんなもさ、標準語大好きだよとか言わないでしょ、そんな日常で会社とかでね、お仕事大好きだよとか言わないじゃんか。そんな感じだよ、九州にいるからって毎日そんな水筒よとか告白してる人生じゃないんだから、使わないんですよ本当に。スコスコは使うやん、そう、スコよ一番、やっぱ好きよりスコの方が使っとるってみんなね。スコ、体スコやかちゃダブル、スコ、スチスチ、今日スチスチいっぱい喋った。え、これまでのスチスチ人生で、スチスチ人生って何かわかんないけど、スチスチと過ごす人生で一番今日が喋った自信があるってぐらい喋りました。幸子と、幸子のね、服について喋りました。幸子の最近こういう系統の服ばっか買っちゃうんですよって話をしたの。でも私さ、朝やったからさ、口回んなくてめっちゃ噛み倒しちゃった、恥ずかしい、恥ずかしいです。幸子は本当に可愛い、幸子、幸子のほっぺたを触りたい、ね、幸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 、32分もう終わる時間、終わる時間でございました。
サチは最近リボンの服をたくさん着てるらしいです。パセは今年の冬は黒の女になろうかと思って、黒い服の女になろうかと思って、なんでかっていうと破壊ちゃんが黒い服でなんかに意外と似合うやん黒と思ったから、今までは冬は白がいいと思ったんですよ。白のニットの女って可愛いじゃないですか、モフモフの。白のモフモフ女に憧れとったんやけど、いや黒の冬の女いいなと思って、パセの今年の冬のテーマは黒もしくは白でいこうと思います。だから今度あの服を買うときは白黒の服を探します。パンダです。パンパカパンパンパンダ、パンパカパンパンパンダ。あ、美穂に動画送るって言っちゃったんだよね私パンダ振りコピしたやつ送るねとか言っちゃった、覚えなきゃ。シマウマ、シマシマじゃない、シマウマ。わー、そう、大人っぽく頑張ります。白黒で年相応女になりたいんよ。最近の私の目標、年相応女で、もうさ無理なんだが無理なんだがって感じです。世の中の JK たちは大人っぽすぎるでしょ。なんで今の若者たちはもう JK の時点であんなに大人っぽいんですか。もう美人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 って感じ。銀髪にする思い切りすぎじゃん、破壊ちゃんじゃん。ありのままでいいよ。分かった、エルサでいる。エルサエルサ、そうする。自分で決める、 OK。 わあ、自分の価値は自分で決めればいいんじゃない。じゃなんかね、舞台でね、私がじゃって吐けて、でなんとなんかなんか言われて何って立ち止まるとこがあるんですけど、そのセリフ待ってたらもうほぼ吐けちゃって、舞台袖に顔だけ出して何って言った時があっておもろ、やばい、このままはけちゃう、やばい、汗って思った内心。でも冷静を嘘ってました。同じ年の理想の人はいる？同じ年じゃないけど理想の人はいます。理想の人たくさんいる。まずはカニさんおまゆこさんカニさんおまゆこさんとか、なんだお姉さん、もうなんか憧れのお姉さんの感じの系統、憧れちゃう。うん、お姉さんになりたい。カニさんおまゆこさんの系統になりたすぎて私服とか調べてるの、どこの服なんだろうって。でもまだ買う勇気は出てない調べるだけ調べてます。調べておーって、なんかさ流れてくるんですよ、ノイミーさんのファンの方が、あのメンバーの私服どこのブランドか調べてるみたいなやつが流れてくるんよ。それを見たりしておーってなるけど、なんか真似したらキモいかなと思って真似したことはないです。真似したことはないのですが、いつも勝手に見てる、一方的に見てる。なんかなりたい系統がいっぱいあってね、葵さんみたいな、あ、葵さんめっちゃ理想です。私葵さんの服の系統めっちゃ理想。葵さんは多分ジーナシスっていうブランドの服をよく着てるんですけど、かっこいい系なんよ。
で、ジーナシスの服の系統もいいなって思う日もあれば、なんかもうミホみたいなスナイデルとかそういうお姉さん、ワンピースとか着てるお姉さんもいいなって思う日あって、それでもう分かんなくなった結果これです。この裏起毛パーカーです。そう、本当に難しい最終段階これ。悩んだらこれや、むずいからね。うん、お下がりめっちゃ欲しいんですよ。なんか今日葵さんの生誕メッセージカードを書くときにいろいろ書いて、あ、もう余白がない、お下がりくださいって書きたい、いやでもここ生誕メッセージに書くことじゃないって葛藤したもん。葛藤があった。うわ、ここに書きたいけど、いやでもここに書かないと言えない、え、でも違う違うってなって書かなかったです。書きませんでした。だって生誕メッセージカードだから、そんななんか欲望を書くとこじゃないから、パセリの欲望を書くコーナーじゃないから書きませんでした。ちゃんと我慢しました。ちゃんとおめでとうございますと、いつもお世話になってますとか、そういう葵さんに向けてのメッセージしました。確かに LINE で言えばいいか、本当やわ、本当だわ、全然言えるのに。やばい、終わる時間過ぎてます。じゃあ終わります。ショールーム終わる、30分に終わるって言ってもうめっちゃ過ぎてた、40分になっちゃいました。では今日はこの辺で終わりたいと思います。また明日です。明日会いましょう。それじゃあ壇上行きます。13位メロンのあそこさん、12位 A ちゃん、11位ラムさん、10位ふくちゃん、9位ジンライさん、8位トニさん、7位しんいちさん、6位ミックさん、5位ガトーショコラさん、4位タカさん、3位いっちゃん、2位ゆうたくん、1位 G2 さん、ありがとうございます。ありがとうございました。それじゃあお風呂、あ、お風呂応援ありがとう、お風呂頑張ります。いつも応援ありがとうございます。またお風呂の応援してもらっちゃってありがとう。おやすみ、遅くまで付き合ってくれてありがとう。今日の結婚式ギフトも全てお断りとさせていただきます。ではこれにて失礼いたします。お先に失礼します。おやすみなさい。また明日。待って、今日はボソボソやからスクショタイム設けんとボソボソ判明が載せられちゃう。スクショタイム、はい、これでお願いします。これで今日のスクショ、これで、はい、ボソボソ判明が載せられたらたまったもんじゃないので、これでお願いします。もっとギャル感だ。どうこれ、どう、鼻かんでる人みたいになるかな、大丈夫、これで今日のスクショ。ではおやすみなさい。またねまたねまたね、やばい、恥ずかしくなった、ちょっと恥ずかしい、またね。